皆さんこんにちは。今回も道中のモブ狩りについて話していくんですけど、どんだけ道中のモブ狩りについて語るんだよって話ですけど、今回はですね、あの道中のモブ狩りの装備セットについて話していこうかと思うんですけど、装備セット、これどうなんだろう。ちょっとね、台本とか作ってなくて、本当にもう思いついたこと適当に喋ろうかなみたいな感じなんで、まあ相当ぐだるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっとね、喋っていこうかと思います。まあでも大体みんなパワーライズ3とかパワーライズ4とか、まあ、入れると思うんですけど、ですね、そのパワーライズ3、例えばですけど、俺が持ってるやつだとね、そのアリス3枚条件のこれがあるんですよ。でこれアクアコンバージョン4で水溜めが上がるじゃないですか。でまあ、非属性ダメージ低下ですけど、別に非属性使わないんで、この装備セットは。23層の道中のモブ狩りの話でちょっと説明していますね。で、こっちがアクアコンバージョン5なんですよ。で、さっきのが4なので、まあ、過分ないから入れるみたいなノリで、まあ、入れるっていうのはあると思うんですけど、これ、アリス3枚条件なんで、すっごい厳しいんですよ。で俺の場合、あの水属性のパワーライズ3を持ってないんで、まあ、みんな誰かしら、みんなね、あると思うんですよ。このスキルあるけどこういうスキルないからこういうことができないよみたいなのがあって、例えばこういう編成だとですね、まあ、アリス3枚入れたいけど、こっちがリーファ3枚条件なんですよ。でしかもモッドの中身がですね、敵の HP50% 以上の時、あの攻撃パーセントがめっちゃ上がるやつが入ってるんで、固定値がすごい重要だと。攻撃パーセントで増やす分、やっぱ固定値あった方がパーセントで伸びる分って大きくなるじゃないですか。だからあのやっぱ固定値を入れたいんで、まあ、リーファ3枚条件っていうのをどうしても満たしたくなると。でやっぱリーファこうやって3枚入れてしまうとですね、アリスを入れる枠がなくなってしまうんですね。で例えばですけど、まあ、ルーリットの森とアリス、アクアブーストって言って覚醒でスタックブーストで、あの水属性ダメがめっちゃ上がるけど、それ以外あの全部ダメージ落ちますよみたいなデメリットついてるやつ、まあ、そういうの持ってたら、まあ、ちょっとはまあ考えてもいいかなみたいな、まあ、例えばこのスイッチ貯める、これ単体攻撃ですけど、ちょっとスイッチ足りないなっていう時に、まあ、これモーション早いんで、まあ、たまたま入れてる感じなんですけど、まあ、こういうとこ1枠はねアリスにして、まあ、適当に、まあ、別にモブ狩りセットは覚醒しないんで、まあ、特に火力やる人はね、まあなんだろうな、ボス戦で覚醒使わない人なら道中覚醒してモブ狩りしてもいいんですけど、まあ、基本的には道中って覚醒しないで、まあ、理想はワンパンするのがいいんですけど、2パン、1パンみたいな、まあ、3パンはちょっと、まあ、遅い気はするけど、ちょっと弱いパテならまあ別にいいかなっていう感じはしますけど、まあ、とにかくあのキャラ指定条件が厳しい場合、どれを優先するかっていう話になるんですけど、やっぱこれ固定値を、まあ、入れたいん で攻撃パーセントがやっぱ十分上がってるじゃないですか、これで。だったらまあでも水溜め入れたいけど、まあ、ここはパワーアイライズ3を入れていいかなって。でパワーライズ3の場合はですね、やっぱモブ狩り、道中モブ狩り覚醒しないんで、まあ、覚醒スキルじゃなくてもいいでしょうということで、まあ、これが入ってます。でこれ、まあ、アリス同じセットに入れるとですね、攻撃力が 20% 上昇する効果が発動しなくなってしまうんですよ。だからこの装備セットアリスが入ってないことを確認して入れています。で、まあ、別にこれもそうですけど、こっちでもね、パワーライズさん攻撃力800上昇の、でアリス入ってると攻撃力 20% 効果が発動しないみたいな、で同じなん で別にこの装備セットだと水属性しか使わないから、まあ、別にこのマーメイドリズベットでもこっちのユイでもいい。ただまあ理想を言えばですよ、キュートな狼娘アスナって、まあ、パワーライズさんで水属性ダメアップのやつあるんですけど、それもアリス入ってないだけで攻撃力 20% 上昇効果が発動するんで、そういうね、ちゃんと属性ダメ合ってるやつがあったらね、なんとかコンバージョンね、これはウィンドコンバージョンですけど、水属性使うんで、まあ、アクアコンバージョン持ってたら、まあ、それが、まあ、入れやすいやつだったら理想ですね。で、まあ、
パワーライズ3パワーライズ4っていうのはやっぱ入ってるのは単純に、まあ、強いですよね。これ攻撃強化4も入っててパワーライズ4も入ってると、まああの片手直拳だとパワーライズ4は入ってこないと思うんですけど、ただやっぱ、うん、基本やっぱこれ入れたら強い。まあそうじゃない編成、いやまずないかな今のところ、あんまないですね今のところは。片手直拳以外だとパワラ3パワラ4がいいみたいな。ただ片手直拳は、あでも道中だとパワラ3入れた方が、あでもどうなんだろうな、固定値そんな、まあ、強くないみたいな話を前に知った気がするんで、うんとね、片手直拳ではパワーライズ3を入れない方がいい場合もあるらしいんですけど、まあ、ボス戦の話かなそれ。いやどうなんだろうな、道中もそうなのかな、まあ、ちょっとね俺はその域まで達してないんでちょっとわかんないんですけど、まあ、あとはこういう、打属性ダメ、水属性ダメで攻撃力上昇とかね全部ついてるやつ入れたりとか、まあ、これはたまたま、アクアコンバージョン5だから入ってるんですけど、これはもしかしたら他にもっといいやつがあるかもしれない。ただこれは、まあ、固定値が、固定値効果がもうついてるんで、これが入ってると。ただ、まあ、これだとね、ワンパンできるんですよ。で、これ、作詞バフも一緒にね、同じセットに入れてるんですよ。これはだいたい HP が、12万5000よりちょい大きいくらいで確かクリ率が 100% になった気がするんですけど、俺、最大 HP この装備セットだと12万5000いってないんですが、まあ、ほとんど、まあ、クリティカルが出るんで、まあ、入ってるんですが、この場合はあもしかしてこっちのがいいか。これキリトが入ってないの でしかもスイッチのスキル威力がでプラス 200% なん、あでもこれあれか、フレームコンバージョンで水属性が低下しちゃうのか。あでもどうなんだろうね、これクリ率が 10% 伸びるんですよね。でこっちは、アリス入れると 10% 伸びるのか。だからアリスをもしどっか入れたら、まあ、10% ぐらい上がって、まあクリティカルが出やすくなるかもしれないんですけど、まあ、これの場合ねやっぱシノン入れないと攻撃力上昇の効果が発動しないんで、まあ、そういうキャラ指定条件とかやっぱ考慮していな入れないといけなくて、でもやっぱりなんか勝ってモブ狩りしてるとなぜかスイッチがちょっと足りない感じがして、これはモーションが短くてスイッチが82溜まるんですよ。これちょんちょんってこれだけで82溜まるんで、でわずか残しっていうかスイッチわずか溜まんないくらいだったらこれちょっとね打つだけで溜まるっていう場合が結構あったんで、これはねその周回何回かしてるうちにこれくらいでいいなっていう感じでどんどん1枚ずつ変えてった結果これが入ってきたっていう感じですね。最初は入れてませんでした。あとこれも最初入れてなかった。これ敵のヘイトを集めやすいって書いてあるんで、なんかその入れてると勘違いされるんじゃないかと思ってビビる人とかもいるんですけど、これね広範囲全体攻撃でちょっとモーション長いんですが、スイッチが69あるんですよ。でもしこういうの、なかったらですね、バリトンアタッカーエギルっていうのを大体の人も持ってると思うんですけど、これもねスイッチ69で、まあこれ全く同じですね。なんでこれね、まあ、大体まあモブ3体集めてまとめて打つとですね、大体これ70で7321、まあ、大体210ほんのちょいいかないくらい溜まるんで、でスイッチゲージって300で満タンなんですよ。まあ、200溜まれば正直、まあ、これでモブ狩り何匹かまとめてした後に、まあ、これで2回目これスイッチ溜めに使っても、まあ、3体まとめて狩れば大体、まあ、満タンになるんで、まあ、こういうのをね入れてもいいんじゃないかなって思います。まあ、袴裕次郎っていうスキルが結構有名でめちゃくちゃスイッチ値が高い広範囲全体攻撃なんですけど、それがねすごい人権じゃないかみたいなね、モブ狩りのねモブ狩りとか、まあ、他にもね、まあ、使う場面はあると思うんですけど、まあ、そういうのがない人はこういうのでねもう道中なら、まあ、使っている。ただボス戦だと絶対打っちゃダメですよ、タゲじゃなかったら。
敵のヘイトを集めやすいって書いてあるんで、ただまあそうですね、まあ、23層の場合はまあ道中セットなんかもうボスウェア入る前になんかこういうのにね切り替えちゃうんで、まあ、関係なくなるんで、まあ、別にねボスでタゲ取んなきゃね基本何も言われないんですけど、まあ、なんで入ってるのとか聞く人いるのかな、わかんないですけど。で、道中セットやっぱ覚醒しなくていいんで、まあ、これね入れてて、まあどうなんだろうね、人によってはまあこれを入れる人もいるかもしんないですよ。まあスイッチ30貯まるんで、でこれで3体まとめて狩るとまあ90くらいにはなるんですけど、まあこれでスイッチもこれで貯めたいっていう人はまあこれ入れたりする人もいるんで、まあ場合による、本当にソードスキル入れる枠が他になくて、でスイッチ貯めるスキルが他にも欲しいっていう場合はこういうソードスキル でクリティカルに関してはこれ作詞バフと同じ、まあ、効果なんで、正直モブ狩りで言うとこれより作詞のアクスアルゴってガン作詞バフ元祖の方のアルゴのスキルですね、そっちの方が、まあ、ひるみ耐性もつくのですごくいいんですよ、モブ狩りの場合なんですけど、まあ俺持ってないんでこっちは入れて、こっちを入れてますね。でやっぱこれモブ狩りのセットに入ってるとすごい楽なのと、あとこれが、まあ、リーファ3枚条件なので、まあ、入ってる、これがやっぱリーファなんですよね。でなんでこれバリトンじゃなくて、まあ、こっちの、まあ、リーファ、水着のこのリーファになってるかというとやっぱリーファだから。でここでリーファ1枚、ここでリーファ2枚、ここでリーファ3枚ってことで、まあ、これじゃないとリーファ条件満たせないよみたいな感じで、まあ、入ってますね。でもし、こういうですね、バリトンアタッカーみたいなこのサンライトリーファーですね、こういうのがなかったらもしかしたら俺はリーファのなんか違うスキルを入れてたかもしれないです。例えば、まあ、これだったら、まあ、道中も、まあ、回復しやすいしアドバンストルーパー4、ただ4よりは5のがいいから、まあ、こっちのが入れるかもしれないですけど、まあ、正直ちょっとそこはもしそうですね、リーファのスキル足りてなかったらどっちにするかっていうのは、あとはねこういうのね持ってなかったらもしかしたらそっちのリーファスキルにしてたかもしれないですね。でもやっぱりそのワンパンでできるかどうかが一番大事、それが一番理想なんで、まあ、それを考えた結果、まあ、こういう風にはなったと。でまあギリ、まあ、作詞バフかければ、まあ、戦線維持の回復超回復シリカって言われるやつですね、これをどうしても入れたくて、まあ、これで、まあ、枯れるんで、まあ、入れてるって感じなんですけど、これが、まあ、HP 半分以下だと3秒ごとに 5% 回復していって、で回復アイテムの効果が2倍になるん で俺道中はやっぱ上の階層ほど敵強くて道中で死んだりとかもあるんで、道中ほどやっぱ回復を手厚くしたいっていうのはあるし、回復アイテムがすぐなくなってしまうんですよ。特に、まあ、最近は中便大便の迷宮区ボスの泥率が上がったっていうのもあって、その掲示板あんま俺やらなくなったんですよ。ってなると回復ポーションの減りがものすごくてですね、掲示板でワンガイドで瓶集めしてると回復ポーションが ものすごい集まってくるんですけど、それをあんまりやらないでスカルリーパーばっかモブ狩り、モブ狩りじゃない、瓶集めしてるんでなくなっていくんですよね。だからなるべく節約したいっていうことで、うん、やっぱねその回復ポーション集めにも時間かかったら、結局総集会時間で考えるとその回復ポーション集めもね入れたらどん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 それに費やす時間が長くなっていくとも考えられるんで、まあ、あとは指輪ね固定違いからこういうの入ってるっていう感じですけど、でなるべくその、まあ、重視したいのが、まあ、攻撃力上昇ですね。本当にさ攻撃力上げたら強くなるんじゃないかってイメージあると思うんですけど、基本はそれで合ってる大体、まあ、攻撃力上がるから強いじゃん、これ攻撃力上がるから入ってる、攻撃力固定値上がります、攻撃パーセント上がります、これ確かに正しいんですよ、確かに正しいんですけど、まあその属性ダメも大事で、
特にモブ狩りでは1枚2枚くらいはアビリティ入れた方がいい。できればもう1枚本当は入れたいけど、ちょっとキャラ指定条件の関係で、まあ、仕方なくこういうのが入ってる。ただやっぱ1枚はこういう属性ダメ上昇を入れた方がいい。理想を言えば2枚でさらにこういうパワーライズとか他の攻撃力アップもついてるやつ、もうそれが理想なんですけど、2枚くらいは最低でもやっぱつけたいところなんですけど、まあこういうのが入ってると。で本当はそのあれですね、これも本当は入れるのが一番モブ狩りが俺の編成ではいいんですけど、打属性弱点ダメ、水属性ダメも上がるし、攻撃力もHP 半分以上あるときに攻撃力が上がるんで、でしかもこの攻撃力攻撃力じゃない HP が半分以上あるときっていう効果がですね、まあ、本当はね回復した方がいいんで、まあ、こういうやつとね回復するやつと相性がいいんですけど、もしミトを入れるとそれ以外ちょっと俺の変数だと枠がなくなってしまうんで、仕方なくそうなってるっていう感じですね。であとはまあ斧の編成で見たんですけど、まあ、大体の人始めたての人とかは、まあ、片手直剣でもうモブ狩りする人が多いのかなと思いますね。まあ、アビリティさっき見た時と同じように、まあ、これが入ってるんですけど、これはやっぱ道中で回復めっちゃできるっていうのと、 HP が 80% 以上で攻撃力パーセンテージがめっちゃ上がるんで片手直近は攻撃パーセントが高いやつが強いん であと防御パーセントですね。これ防御と攻撃パーセント系が、まあ、めちゃくちゃ強いんですよね。であとは歴戦、これも攻撃パーセント34% 最大上がるんで、自分のレベルに応じて上がるやつですね。であとたまたまこの浄化の炎っていうのが入ってるんですが、まあ、たまたまね、まあ、初期モッドキリとこれちょっと弱いんですけど、まあ、火属性ダメがちょっと上がるんで、まあ、申し訳程度に、まあそうですね、いいのかなっていう感じはしますけど、で大体やっぱこのモブ狩りっていうとこれがすごく使いやすいっていうイメージはみんなあると思うんですけど、これがキリト1枚条件なんですけど、まあ、満たしやすい。でさらに、まあ、有名スキル青バラキリトがこれダークコンバージョンで闇属性ダメ上がってる。でなんかたまたまクールウィッチシノンを持ってたんで、でライトマジック入ってて、しかもクールウィッチシノンのシノン条件が満たせるっていうので、青バラキリトが、まあ、入ってるっていう感じですね。でなんか青バラキリトがめちゃくちゃ強いって思ってる人が、まあ、多いんですけど、どっちかっていうと使いやすいのは、まあ、キュートな狼娘アスナの方かなっていう感じは俺はします。青バラキリトもすごくいいんですけど、このシノン条件が厳しい場合が結構あるんで、弓とかなら結構使いやすいんですよ。弓ならシノンのスキル多いんで。で他だと例えば、まあ、シノンの歴戦とかでも持ってない限り、ちょっと、まあ、ソードスキル枠1枠潰してシノン入れたりとかするんで、でキュートな狼娘アスナだと覚醒でパワーライズさんだし、しかもなんだっけアリスだっけ、同じセット内に入ってなければも発動する。ただこれ自身がアリスなんですよ、直剣モッド使う場合はね。そう、直剣モッドっていうか、このお茶会アリスを使う場合はこれが、まあ、入ってるっていう感じで、俺の編成だと、まあ、あとはこのブラックナイトキリトっていうのが入ってて、でこれがスイッチゲージが100なんですよ。で全体攻撃なんですけど、まあ、これもまあ初撃の入りが早くて、まあ、そこまでモーションが 長いわけではないんで、で3体まとめて狩ればスイッチゲージ300溜まるんですよ。300溜まればまあ満タンになるんで、3体集めて、まあ、これを打てばスイッチで打てると。でスイッチ打つとですね、片手直剣の熟練度スキルが発動します。片手直剣の熟練度スキル、スイッチチャージっていうのがありまして、これで1体スイッチ当てるだけで30回復するんですよ、 SP が。で SP って最大100あると思うんで、3体集めて、そのさっき言った、まあ、これですね、これで 3体集めてからこれを打ってスイッチ満タンにして、でこれをスイッチで打つことによってっていうか、これを打って3体まとめて狩るだけで SP がほぼ満タンまで回復します。まあ、あとはこれはこれバカにする人結構多いんですけど、俺は結構好きで使ってますね
これはバカにされても仕方ないと思うんですけど、ちょっとね火力がね心もとない、あの直剣モッドでコテチって超弱いのに加えてですね、属性ダメ効果もついてなくて回復効果しかついてないんで、これで借り切れるかっていうと結構あの上の階層ほど微妙なことが多くなってきます。あとねこの初期モッドキリトも火傷状態の敵にって書いてあるんですけど、あのワンパンする場合はマジでこれが意味ないんで、このコテチとかもあの直剣モッドだとあんまり強くないっていうのもあってちょっとね微妙なんですけど、直剣モッドで全体攻撃ってあまりないんですよね。だからまあこれであの入ってて、まあ、2パンとかする、2パンで倒すとか、まあ、あの85層くらいだったら全然 俺ならですけど、これでワンパンできるんですけど、まあ、一応入ってはいるみたいな。でどうしても借りきれなかったら、まあ、これもね一応3体ぐらい集めると、まあ、180ぐらいスイッチが溜まるんで、まあ、これスイッチためのためにも使うことあるけど、ちょっとモーションが長すぎる。ただ、まあ、斧みたいになんかその広範囲全体攻撃であのモーションが長いみたいなやつあると思うんですよ、こういうやつとか。まあ、そう考えると実はこれも結構ねそのバリトンアタッカーに近いくらいちょっとねあの攻撃範囲が広いん でちょっとモーション長いんですけど、なんだろうな、48層ダンジョンとかなんて言うんだろう、ほんとどんどん先に行ってほしいやつ、まあ、どの、道中狩りでもどんどん先に行ってほしいんですけど、自分がちょっと遅くなってもいいから、まあ、初撃、これ初撃の入りがものすごく早いんですよ。だから本当に、借り切ることはできるんで、自分がその場にちょっととどまっちゃうんですけど、でもその代わり、どん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 、他のパーティーメンバーが先に行ってほしいなって、いう時はちょっと遅いけどこれを打つみたいな感じ。48層ダンジョンとかね結構ね最後の一撃でこれで全部借り切れるって確信した時にこれを打って、一瞬でねこれほんと初撃が入りが早いんで一瞬で勝って、自分はちょっととどまってその場にとどまってしまうけど他の人にどんどん先行していってほしいみたいな。で自分は後から追いかければ残ったやつを自分が後から狩れるんでっていうので、まあ入れてたりはしますけど、まあ、結局こういうね自分の持ってるスキルで説明したところでやっぱ、まあ、所持スキルによるとしか言えないんですよね。まあ、こういうのも、まあ、ちょっとスワイプって当てにくいやつなんで、まあ、確かこの初期モッドキリトもスワイプ、ほらこれもスワイプか、これでちょっとね当てにくいんですけど、まあ、慣れるとね、まあ、当てやすくなってくると思うんですよ。でこのオートターゲット追従移動、俺オフ全部オフにしても当てることができるんで、これだとね本当にね一番早いんで、まあ、それでやってはいるんですけど、まあ、たまにそれだとねボス戦だとちょっとやりにくいっていう人はいるんですが、まあ、俺はそれでね基本的にはそれが理想なんで、ボス戦でもねターゲこの状態でターゲ取れるようにっていうのを目指してやってますけど、まあ、無理ならねオートターゲ追従オンにしてやったり、追従だけオフにする、オートターゲはオンにするみたいなことも、まあ、あったりはしますけど、まあ、そういう感じでですね、まあ、これちょっと当てにくいんですけど、まあ、これでちょっと集めて、まあ、スイッチこれ92で、しかもモーションが早いんですよ。これさっき見たスワイプってやつで、まあ、前方に扇形で中範囲の、まあ、攻撃モーションにはなるんですけど、まあ、これでね、まあ、それなりに溜まるんで、まあ、半分くらいは溜まるかな、2体まとめて当てれば。4体まとめて当てれば、駆使36で、まあ、満タンにはなるのか。こういうやつとか、まあ、あとは、雪空のプレゼンターアリスっていうのを持ってる人はね、直剣モッドで、しかも、スイッチの溜まりがめちゃくちゃいいんで、クリスマスのオーダーとかに入ってるやつなんですけど、まあ、そういうのをね、スイッチ溜めとかでもめちゃくちゃいいみたいな、やつもあったりしますね。まあ、ただちょっとモーションがちょっと借りにくいんですけど、本当に直剣モッドでは数少ない全体攻撃なんで、まあ、俺はすごくいいなって思いますね。まあ、大体そんな感じかな。あとはこれが斧の、まあ、残属性、こういうこれですね。これで狩るタイプ でこの敵の HP が半分以上の時、この前半効果ってやっぱモブってさ、ワンパンで狩るんだったらやっぱ最初的 HP50% 以上じゃないですか。だからこれでもう狩り切ろうみたいな編成なんですけど、ちゃんとね検証して一撃で狩り切れるかみたいな
まあ、それやった上で入れてる感じなんですけど、まあ別にね2発で倒したいっていう人はね、まあ、前半効果で一気に削って2発で倒すみたいな場面ももしかしたらあるかもしれないで、それでね勝ったりとかで、俺のステータスだと、まあ、こういう編成で例えば、35層ダンジョンとか48層ダンジョンとかこの編成でね借り切れるし、ね、これで借れるんですよ。で俺の編成の場合、俺のその能力値と編成の場合はですけど、これで作詞バフかけてこのバリトンアタッカーを打つとギリ48層だと枯れるみたいなんですよ。まあ、そういうのもいろいろ試していくうちに分かっていくと思うんで、俺はみんながみんなと一緒に周回してない時とかちょっと試しに入って、で検証してちょっと戻ってくるみたいな、脱出してね戻ってくるっていうのをまあやったりはしてますね。であとはこの編成キリトが入ってないので、まあ、これ入ってたら、まあ、クリティカル発生率 10% 伸びるんで、まあ、クリティカル出やすくなるよっていうので入ってて、でまあなんかパワーライズ4、まあ、脳死で入れてるわけじゃないんですけど、まあ、単純にやっぱ強いんで、まあ、入ってる感じですね。もちろんね今後ねもっと強いスキルが出たら、まあ、パワーライズ4交代になるとは思うんですけど、基本的に今のところ交代はないかなっていう感じはしますね。最近この動画撮ってる時点では最近なんですけど、覚醒じゃないねアクセルのパワーライズ4もねついに生まれたんで、まあ、それだったらね道中覚醒しないんで、まあ、道中覚醒する人だったら、まあ、話は別かもしれないですけど、まあ、これでね、まあ火力が、まあ、そういう、うん、そういうアクセルのパワーライズ4でも、まあ、道中だったら、まあ、いいのかもしれないですね。まあ、あとは、まあ、歴戦入ってますけど、あ、これもしかして歴戦じゃない方がいいまである。これもしかして脳死で入れてるんで、もしかしたらもっといい編成があるかもしれないんですけど、これは生属性を使うので、もしかしたらさっきの、なんだろう、これが、社員コンバージョンなんで、パワーライズさんかぶってでもこの社員コンバージョンのためだけに、まあ、入れる可能性もありますね。この編成アリス入ってないんで、ね、これでやっぱ攻撃パーセントが 250% も上がるんで、ただでもやっぱり それでも 34% 強いのかな、まあ、これはもうやっぱ検証ですね。モブ実際にまあ、刈り取れるかとかイギル石で、まあ、どっちの方が火力出るかみたいな検証してって感じですね。であとはやっぱこれが回復するから入ってる。あ、でもこれと合わせたらあれかな、これ 38% 攻撃力上がるのか、HP80% 以上でっていうことは、こっちの30何パーと合わせると結構いくのかな。そしたらあとは、パワーライズの、攻撃強化4とパワーライズ3の、攻撃力アップ 20% アップのやつとか、あーでもどうなんだろう、強いのかな、ちょっと分かんなくなってきた。まあ後で、まあ、それは検証しますか。そうですね、こういうね斧のね固定値ボーナスとかもね参照して、最近ね特にですけど、ガオじゃなくてもうあれマキナ違う、ゲイルか、ゲイルになってきてもアタックボーナスが1個300ってなってきて、でもしこれアタックボーナス3つついたら900攻撃力が上がるんですよ。で900っていうとこのパワーライス4と同じくらいになってくるんで、いやでもそれでもやっぱ固定値上げた方がいいのかな、それこういうの900なってても、いやそれはもっと、まあその都度検証していく感じですね。でそうですね、モブ狩りちょっとね多分23層だとこの片手直径編成だと借りきれないんで、まあ一旦どこにしようかな、85層あたり行ってみようかな。ちょっと85層でちょっとどんな感じかちょっと見せていきたいかと思います。まあ85層よりちょっと上の、あ、69層あたりでもまあワンパンできた気がするけどな、まあいいや、85層ちょっと来ちゃったんでもうめんどくさいんで、ちょっとこっち入っていきますかね。まあたまにね道中ね片手直剣で勝ったりするんで、85層のねお手伝いに行くときは、
で、まあ、大体どうなんだろうね、まあ、作詞バフかけなくてもいけるかな。ちょっと行ってます。で、ここ、大体この真ん中あたりに行くと、お、来た来た来た。あー、借り、あ、枯れた。あ、これはクリティカルバフかけなくても刈り取れましたね。ちょっとなんか今通信環境がちょっと微妙なのか、ちょっとラグいですけど、まあこうやつとか、まあ真ん中で作詞バフかけて待っててもいいんですが、まあちょっとこれギリ刈り取れそう、あ、刈り取れない。これでほら、スイッチがちょっとたまんない部分をこのブラックナイトキリトでカバーしていくと、で、見ての通りスイッチが溜まってるんで、この SP、消費してどんどんね、これ前に進んでいけると。で、こうやってワンパンで勝っていってですね、で、これここら辺真ん中ちょっとうろちょろしてると。で、これでうろちょろしてモブが集まってくるまでにちょっとスイッチを溜めて待つみたいなこともしてたりして、あ、ちょっとこれはあの悪い例ですね。ちょっと寄ってくるのにちょっと失敗した感じで、あとこれほら非属性なんで、あれですね、今もしかしてこれが効いてるのかなって思うんですよ、なんとなく。この浄化の炎と歴戦、これでなんかこれもともと本当に弱いんですけど、もしかしたらこの非属性上昇効果でなんかマシになってるのかなみたいな。で、もしですけど、今このやつでワンパンできなかったとするじゃないですか。で、これは、まあ、結構火力足りてるみたいな感じだったら、例えばですけど、これあのお茶会を強化するために闇属性強化のパワーライズが入ってはいるんですが、ここをですね、例えばですけどこういう非属性強化のパワーライズに変えると。で、エギル2枚条件があるんで、ここをですね、まあ、なんかをエギルにすると、まあ、そうですね、あんまり使わなそうなやつを、まあ、エギルにしていくっていう感じで、まあ何でもいいですよ。道中は覚醒使わないんで、覚醒じゃなくてもいいんですけど、こういうの入れると。で、そうするとさらに非属性ダメージがアップするじゃないですか。で、これ非属性ダメージこれで 25% 伸びると思うんですよ。で、これで 25% とこれ 18% だから、まあ、大体これ 20% として計算すると、まあ、45% ぐらいになるじゃないですか、非属性ダメージが。で、非属性ダメージ 45% と固定値100って言ったら、結構普通の直剣モッドに近くなってくると思うんですよね。で、そう考えると、まあ、ここでちょっと借りきれなかった場合に、この編成をちょっといじることでもしかしたら借りきれるようになるかもしれないですね。で、初期モッドキリトでワンパンできたってことは、編成をこのように変えても直剣、ほら、お茶会で借り切れるんですよね。ただ、エギルにしてしまうとですね、エギル条件が発生してしまうんで、俺はこういう風に、まあ、編成してますね。この節分キリトとか入れてっていう風にはなってますね。もしこっちでちょっと火力足りないなっていうの時は、もしかしたらエギルに変えてたかもしんないんですけど、まあそういう感じで、そうですね、各スキルの、まあ、強さ配分といいますか、強さ配分っていうかな、こっちのスキルは強いけどこっちのスキル弱いから、こっちを強化するようにアビリティもちょっと1枚ずつ変えていこうとかね、まあ、そういう考え方もまあいいんじゃないかなって。まあ、スキル編成、結局一発で借り切れるのが理想なんで、一発とか二発とか火力足りてさえすればいいんですよ、モブ狩り。だから本当にオーバーキル みたいにめちゃくちゃ高くなくても借り取れればいいので、だから過剰に、例えばさっきだったら これで闇属性ダメ上がってるじゃないですか。でもこの闇属性ダメ上昇効果がなくても、もしこれでワンパンで借り取れるんだったら、これこのスキルじゃなくても別にいいんですよ。だからそういう感じで、なんていうのかな、どれが一番その最適な編成か、これ他のこっちを弱いんだったらこっちを強化するように、もしこっちが弱いんだったらこっちを強化するようにみたいな感じで、使いたいスキルが強化されるように、まあ、編成していくっていうのもいいのかなって俺は思います。もう多分ね、今回説明したこと以外にももっとね、そういう
なんて言うんだろうな、行った方がいいこととかもしかしたらあるかもしれないですよ。まあでも大体基本的にやっぱ攻撃力上昇重視で、属性ダメとかを1枚とか2枚とか少しずつ入れてって、どれが一番火力が出るかっていうのをちょっとね探っていくっていうのが一番いいのかなって思いますね。大体それがちょっと今回、まあ、言いたかったこと、それがやっぱモブ狩り用編成の基本なのかなと俺は思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。